桃の花を魚に誓いの杯来たおつだぜ。なあ兄だ。うん、我らが志この一面の桃のごとく天下に咲かせようぞ。行こう雲長、翼徳。我ら兄弟、これより三位一体となって乱世を駆けん。俺様は張飛、あざなは翼徳ってんだ。龍玄徳、関雲長って二人の兄者と一緒にこの乱世を正すために立ち上がった男よ。こないだ黄金討伐の義勇軍で大暴れした。それが結構評判になってよ。俺たちは諸侯の連合軍に加わって董卓を討つことになった。董卓ってな、官室を無視して好き勝手やってるらしいじゃねえか。たく許せねえぜ。この俺様がガスーンってやってやら。私たちはこれより逆賊董卓を討つべく古老館を攻める。古老館には鬼神と呼ばれる呂布が待ち構えていよう。お前の部ならば呂布と互角に戦えるかもしれない。だが無理と感じたならば相手をせず他の道を探し董卓へと向かうのだ。お前の勇猛なる武と胆力、この古老館で天下の諸侯に知らしめてくるがいい。いざ我らの手で官室の敵を討たん。進め、逆賊を打ち果たすのだ。一気に打ち破る。一人か、その勇気は認めよう。これを聞かねばなるまい。敵将、打ち取った。防御拠点とはな、守りは強固、抜かるなよ。この防衛の要所を突破できると思うな。補給拠点か。攻め取り敵の一撃をくじけ。この拠点は我らの命綱、落とさせんか。
拠点か。早急に落とし、被害を免れよ。のこのこ倒されに来たか。行くぞ。会いたいか。ちょうど人会えたわ。敵将撃ち取った。一気に打ち破る。かかったぞ。それ今や。これより敵陣に奇襲をかける。その力をさらに輝かせてみよう。敵を引くのも戦略です。敵将撃ち取った。負ける日もある。敵将撃ち取った。撃ち取った。やるではないか。一人死にたいようだな。次は負けない。敵将撃ち取った。死ぬと思うな。勝機は今だ。攻勢をかけよう。腕を上げたろう。翼徳、この戦一気に決めるぞ。もう一押しですぞ。ここは引かねばなるまい。敵将撃ち取った。負けねえからな。敵将撃ち取った。カズ、この俺が叩き潰してくれる。どうしよう。一瞬だ。
矢の世へ送ってくれる。兵は神速でも立っとる。わしに続け。モロどもを存分に攻め立て。今なら敵兵を崩せ。押せい。俺に勝てるぞ。欲は相手にするな。迂回路から到達を目指せ。よくとく貴殿が呂布か。我ら三兄弟がお相手しよう。雑魚まとめてかかってこい。ここは我らに任せる。よくとくは先を急げ。今度は負けねえからな。敵将打ち取った。
よし、そのまま攻め立てよう。お前こそ天下に並ぶ者なき豪傑よ。今が好機よ。全軍進軍せよ。速やかに敵陣へと進行せよ。勝機は今だ。攻勢をかけよ。腕を上げたろ。うさい虫め、叩き落としてやる。敵将討ち取った。逆賊董卓をついに倒すことができた。これも連合軍の諸侯が力を合わせた結果だ。名士として誇りに思う。董卓打倒という目標が果たされ、連合軍は解散となる。だが名族の旗のもと戦った日々を皆忘れないであろう。新しい護衛武将が仕官してきたようじゃな。この護衛武将はその際一国を制し、幼年神童と称された人物のようじゃな。